クワント・オーバーレジャーロゴ・オーバーレジャーは英国企業、クワント・ネットワークのブロックチェーン・オペレーティングシステムである。2015年以降、ギルバート・バーディアンの指導の下で開発された。オーバーレジャーは既存のネットワーク、元帳プロトコル、ブロックチェーンの上に座って、それらの間のシームレスな接続を形成する。これにより、ユーザーは、例えば、 異なるブロックチェーン間の通信を使用及び有効化するマルチチェーンアプリを開発し、それぞれのネットワーク、またはチェーンを介したデータの保存、検証、及び処理を行うことができる。それ以上のブロックチェーンは挿入されないが、追加の合意なしに直接の相互作用が可能である。この完全な相互運用性により、 開発者はテクノロジーに縛られるリスクなしにデータと機能を最も適切なブロックチェーンに割り当てることができる。例えば、マップはリップルを支払い決済者として使用し、1日の終わりにビットコインチェーンでのイヤド完了を確保しながらイーサリアムを通じてスマートコントラクトを実行できる。オーバーレジャーはイフトと互換性がある。2020年3月に オーバーレジャーネットワークコミュニティトレジャリーデザインリリースが公開された。ここでは異なるパートナー間の QNT による支払いフローについて説明する。オーバーレジャーと連携するパートナーには500を超える銀行、決済プロバイダーペイ、UK、シンバチャイン、またはウォールストリートエクスチェンジアックストレーディングを備えたシーアクア案とオーバーレジャーは ニール・スミットからアドバイスを受けている。ありがとうございます。